茨城県道37号日立日立大田線は、茨城県日立市から日立大田市に至る県道である。阿武熊高地に隔てられた日立市と日立大田市を東西に結ぶルートの一つ。茨城県日立市西成沢町の国道6号、分岐である、鮎川京北交差点を起点とし、日立大田市、かやね町の国道349号交点を終点とする主要地方道である。 1959年10月14日、本路線の前身にあたる新たな県道として、起点を、日立大田市里山宮町、終点を、日立市とする、県道り、野宮日立線を、茨城県が、県道路線認定している。また、同日、現在の本路線とは別経路の日立市を、起点、日立大田市を終点とする県道日立、日立大田線が、 県道路線認定されたが、この路線は1982年3月に路線認定の一部改正により、県道日立大田多賀線に改められることとなる。1982年11月1日、本路線の前身にあたる県通り、野宮日立線が主要地方道に昇格して、起点を日立市西成沢町三丁目、終点を日立大田市里山宮町とする。 路線名称と路線区間が変更された主要地方道日立、日立大田線として再認定を受けた。これにより、県通り、野宮日立線の国道6号号天以東の残存区間は県道大瀬高線に編入された。1995年の整理番号の再編成により、整理番号37となり、現在に至る。起点から座売林までの区間は、 通称上諏訪通りと呼ばれ、住宅街の狭い位置から1.5車線道路を通る。諏訪梅林近辺で、指導梅林通りと合流し、しばらくは、相川の清流に沿って、対向に車線の快適な道が続く。日立市諏訪町大平田の集落と鉱山を過ぎると、道幅が狭くなり、カーブの連続と上り坂になる。市境を過ぎ、日立大田市に入ると一転して、下り坂となるが、 急カーブが多い対向1.5車線の狭い道路で、速度制限が時速30キロメートルとなる。山を下ると、再びに車線の快適な道となり、国道349号と合流する、茅根町交差点で終点となる。また、国道6号と国道245号を、日立市や湯川町同士国分町で連絡する、街路が、日立日立大田線のバイパスとして整備が、 進められている。茨城県道37号日立日立大田線、日立市、西成沢町福院、曲線半径、勾配その他道路の状況により最大積載4トンの普通貨物自動車が通行できない区間。ありがとうございます。